千葉菓子は明治時代に埼玉県川越町に作られた菓子場。荒川、新菓子川の菓子場新菓子川周運は江戸時代を通じて川越藩や川越商人の大表基地江戸への物流、販路として、また武蔵国の南西部一帯から江戸への主要な流通経路であり続けた。新菓子川の周運はまた江戸からの文化が真っ先にもたらされるルートでもあった。 川越には、川越の外交として、川越五河岸が整備されていたが、幕末になり、川越藩の分量であった。上野国前橋の木糸が海外への輸出産品として、莫大な富を生むことなどから、川越商人たちはより、川越城下に近い菓子を望んだ。川越五河岸から城下は、途中に急峻な渦坂がありに馬車の費用が高くつく、問題もあった。川越の城下町は、 武蔵野大地の上に形成されていることから、明治2年に扇菓子から千葉までの運河の開作に着手。明治12年に千葉菓子が誕生した。千葉菓子は新河岸側の柏の中でも最も上流にあり、最後にできた柏である。千葉菓子は川越市富士見町にある阿多子神社の下から流れ出る千葉の滝の水路を利用して阿多子神社の崖下の低地に開設された。 川越城下の川越街道まで、千葉大地を改作して、切り通しを作り、その道を利用して、物資を輸送した。千葉菓子の完成で、川越後河岸は衰退、中でも川越城下に一番近かった扇菓子は廃止された。新菓子川周運は、大正3年の東場鉄道の開通、大正9年より始まる、新河岸側の改修による水量の減少で、 昭和6年に終焉を迎えた。新菓子川周運が廃止された後、千波菓子跡は一部が埋め立てられた口化されたが、大方は雑木林の中の湿地として残された。船着きバートは、史跡公園として保存、整備されることとなり、平成16年5月に千葉河岸史跡公園として開園した。園内には菓子バトや千葉の滝、 自然観察室聖地などを回遊する遊歩道やウッドデッキが整備されている。あた神社への散策路もある。ありがとうございます。